上师你好，我问一个就是让我困惑很久的问题。那么我是来自正言宗宗本山高野山的，那我现在呢在高野山已经生活了一年多，我个人呢是研究入唐八家请来文献的。那么入唐八家它是在这个唐武宗灭佛前后入的唐，请回了大量的经书和经卷曼陀罗法具以及其他的造像等等。那么我就是研究这个的。那么在这个研究的过程中，我发现了一个很让我矛盾的问题。那么入唐八家呢请来的这些文献呢，很多一部分呢在我们中国的大陆呢已经没有保存了，但是呢在日本呢它却保存得很好，它传抄也好，然后复写也好那么还有一些这个原本现在已经也有留存。所以这一点呢，我对日本的这个佛教啊，它这种保存精神是非常赞叹的，这是一点。那么还有呢，当年入唐八家入唐请怀的这种法的传承，在日本呢这种传承仪轨保存的也非常好，这一点呢我也非常赞叹。那么在这个大陆呢，这个传承已这个汉地啊这个传承也已经断了，那么很多人呢现在想来这个高野山再取这个传承。那么让我困惑的是什么呢？因为我生活在高野山，我更了解这里的这个僧侣，我困惑的是说我不能说日本的僧侣，我只能说高野山的很多僧侣，但是可能日本的僧侣也存在这样的状态，就是说他们的僧侣呢可以结婚，生子，可以这个喝酒吃肉，这个戒律对于他们来说没有任何的这个约束性。也不能谈这个问题。那么可能还有一些更加严重的问题存在，但是呢我承蒙了高野山很多的恩德，我在这里就不可以说了。虽然呢他们这个高野山的这个仪轨仪式呢是非常能摄受人的，但是呢因为我生活在这里，那接触的更深入一些，就是不能对他们进行深入的了解。那么这个时候如果深入了解的，我发现他们的这种戒律的坏毁失啊是非常严重的。那我是如何看待这个问题呢？我这个时候当我面对这个问题伤心的时候，我就会去听堪布的法，然后去对治自己，让自己去观清净心。那这些问题呢又真真实实的存在，就是说我想问上师您怎样看待这个问题。私は日本に来て、日本高野山密教研究庁に1年ほど滞在して、私の研究テーマは入道発家というテーマ、そういったテーマは、唐時代の仏宗が仏教を滅ぼす前の文献、残した文献について研究して、日本では高野山にはこういった文献文物、そういう仏教の道具ちゃんと保存されてて、こういった文献もすでに中国でもう保存されて、すでに亡くなりました。でも日本にはそういった文献いろいろ版本、その手で書いてるものもあるし、いろいろ文献が非常によく保存されてます。ですからこういった点の日本に対して私は非常に尊敬してます。ただし私の理解の限りに、日本の高野山の日本僧侶は結婚もできるし、肉も食べるし、お酒飲んでもいいし、でも私はこういう問題触ってはいけないと思いますが、私も高野山からいろいろ恩恵を受けて、言っちゃいけないこと、まあ、深く言ってはいけないと私も理解してますが、でも触れば見れば見るほど私心が悩んできて、私はこういった状況を見て非常に悲しくなって、その時は私は常に憲法の教えを聞いて、まあ、正常な見解を持って、そういうふうにそういうような状況を対応します。私質問したいのは、憲法はこういったことに対してどういうふうに考えていますか。这个问题应该是由日本人来回答。
この質問は日本人から答えるべきですね。我刚才讲了，我来了这个两三天了，再过了两三天就走了，所以，我来回答问题有一定的困难，但是我也可以讲一下我的一些看法和想法。この質問多分日本人が答えた方がいいと思います。さっき言った通り、私は日本に来て2日3日くらいですから、私また2日3日経ってだったらまた日本から離れて、ですから私はこの質問に対して答えるのが難しい。でも私もそれについて少し話すことができると思います。确实我也不是特别清楚，以前也是听说过一些这方面的，包括在家人的这种这个学佛的一些状况，出家人的状况等等。然后其实从我的了解来看呢，日本刚开始的时候，鉴真和尚然后佛教从东土传到这边的时候，以四分女为主，然后出家人也是受持戒律，就是有很多年了，然后大概是可能接近200多年以来的话呢，就可能日本的整个这个寺院呢，就是有些呢也有一些大的这种变化。以前在日本的净土宗的有个别的一些大德的行为呢有比较特殊，但是没有受到很大的影响。那如今的话呢，可能对全世界来讲，就是日本佛教徒的状况呢，也是从戒律上讲是比较这个特殊的一种形式来存在着。私は実はよくわからないですが、でも昔私は日本の状況についてもいろいろ聞いて、その中にも在家の人とか出家の人のこともいろいろ聞きました。実は日本では統治帯は関心大和尚は中国の比丘会四分律を日本に伝えました。ただしおよそ200年前に日本仏教には少し変化があって、こういうふうになって、もちろん1000年前にも一人のお坊さんもすでにこういう戒律を捨てることもあったりしますけれども、でも基本的に大きな変化がないと思います。ですから日本の仏教の戒律問題は本当に一つの問題、いえば問題でもあります。我个人的看法呢，就是刚才第一个，就是日本这边的包层的一些，包括一些传承啊，还有那个敦煌的一些特别珍贵的这些一些文献，就一个是在英国，一个是在日本，还有中国这边的一些陶瓷啊，就还有一些文化，这些早有已经失传的东西呢，日本这个小小的道国上已经保存得非常好，就这一点也是我非常赞叹。日本はまず日本はたくさん仏教の系譜を維持して、さらにいろいろな文献をよく保存してきて、こういった点を私は非常に尊敬してます。世界中はおそらくイギリスの日本はもうこういった文献文物に対して大切にして、例えばイギリスとか日本でもその中国の焼き物を入れる文物を保存しています。そういった点は私は非常に関心して尊敬しています。关于日本僧侣的一些戒律问题的话呢，其实从很严格来讲确实比较松懈，但是呢日本僧侣的这种存在呢也有很有必要的，因为寺院和僧侣的这样的这个存在呢，就是对这个大家的信仰啊，就这方面呢一直心中有佛的，就是这么一个理念呢一直存在下去。所以我们对这样的这种大范围呢也不能生邪见呢，就是大家应该随顺这个历史和随顺这个传统，就是这样也是其实没有什么不可以的。そして日本人の僧侶の戒律なんですが、もう実際に厳しくないとも言えますが、ただし
その今日本はたくさん寺院が残されてて、そのおかげで人々の心にはまた仏という考え方、そういう存在があって、ですからそういった点を良い点を見て、その日本仏教に対しては、その日本の状況を見て日本の、ことを尊重して弱点を持たない方がいいと思います。因为现在那个信息化的今天的话呢，以后可能很多地方的一些数字戒律的人也可能会越来越少，跟不知道跟日本呢，就是可能很多地方逐渐也会可能相同了，很有可能这样的。今は、情報量が大量に、発達している時代なので、もうこれから戒律守る人も少なくなると思います。もしかしたら、これから他の国の仏教も日本と同じように、なる可能性もあり得るでしょう。不好意思，我补充一下，其实呢，我说了我是一个矛盾体，那同时呢，我也很感谢这个日本的这个戒律状况，因为如果再往前推100年的话，因为我是个女性，是不可以进高野山的，因为高野山有一个有尼多，就是说女人堂，女人只能走到这里，是不可以进山的。所以说，同时我又感谢这种日本的戒律状况。那我不可否认，无论如何，高野山的他的这个学问做得还是很好的。感谢上师。对，其实我们现在可能，不管是宗教与宗教之间也好，道场与道场之间也好，还有世界上的各种不同的这种状况。每个人每个国家每个佛教徒呢都有自己的一种心识来存在，每个心识呢都我们要值得理解和赞叹，因为可能两个上师有弘法的方式都不同，两个牧师有他们的弘法的方式不同，两个医生有治疗的方式也不同，所以我们世界上有很多的不同的方式来存在，就是不能用一个来衡量全部。実は私の心の中も非常に夢中にしてて、実は私もとても高野山に感謝してます。もし私は100年前に生まれたら、私は高野山に入れない。なぜかというと高野山には女人堂というところがあるというのは、女性は高野山の中に入れない。でも今の私は高野山の中に入れます。ですからこの面では私は非常に高野山に尊敬していますし、それから学問の面から見ると私も非常に尊敬しています。で、憲法の答えはそれぞれの宗派寺院の間にまあいろいろ異なる点もあるし、それぞれの人はそれぞれのやり方があって、まあさまざまな形式やり方が実際に存在して、ですからそういった異なる状況に対して尊敬した方が、そういった尊重した方がいいと思います。例えば違う異なる先生の間にも、違う医者の間にもいろいろ教え方、その病気かかった人に対する治療法があるから、ですから、まあ、多元のものが存在して、ですからその一つの基準を持ってそれを批判したりとか、それ一つの基準しか存在しないというような考え方を持たない方がいいと思います。我以前年轻的时候呢，跟我的想法和我的有些方式不同的时候呢，很看不惯。但现在呢，我去的地方比较多，见的事情比较多，所以虽然跟我的想法和行为有点不同，但是我很理解就是对方的存在。对。例えば私若い頃だったらいろいろ見て多分もう耐えられないかもしれないですけれども、今年取って私いろいろところ行っていろいろなことを見てきて、もう仮に向こうのこと、向こうのやり方は私と考え方がいくら異なっても、私はそれに対して尊重しています。